あ、あ、音聞こえる？音量これくらいでいいですか？もうちょいでかくした方がいいかな？あ、あ、テイスです。聞こえますか？聞こえる？音これで OK？ 映像も。じゃあ掃除配信やります。今日は2019年の2月の17日10時53分です。聞こえる？なんかコメントの読み上げこんな音だったっけ？コメントの読み上げってこんな声だったっけ？なんか声変わってない？音聞こえない？うん、ちょっとね、ツイキャスの方は垂れ流しになると思います。あのコメント書く人はふわっちの方だと読み上げでいけるんで。じゃあ掃除配信します。読み上げこんな声だったっけ？声小さいとか後で教えてね。読み上げ変だよね。金魚姫さん読み上げが大人っぽい、ね、読み上げこんな声だったっけ？エキスパンドさん、ピッコロ大魔王辞典でいくつ後ぐらいに分かれた見方が存在するマジなんだよ、マジなんだよ。金魚姫さん読み上げが風邪ひいちゃったかな。猫の目さん、おはよう。あっさりっていう、あっさりっていう。おはよう。なんか鼻声だよね。そしてピッコロのミドルネームがデンデという。ピースケさん読み上げの音はです。金魚姫さん読み上げちゃん鼻声。エキスパンドさん、マジなんだよ。これ読み上げの声変えたいよね。これ何の設定なんだろう。ミニさん、自分の読み上げ普通だよ。金魚姫さん読み上げちゃん調子悪そう。なんだろうね。読み上げ Windows 10。どうやってやるんだろう読み上げ。どうやってやるの。なんでこれ声変わったんだろう。エキスパンドさん、はじめピッコロはほとんどピッコロ大魔王だった。生まれた瞬間に死んで。読み上げチェックつけ直してみれば。どういうことだこれ。読み上げの声変えるのどうやってやるんだろう。エキスパンド参考機な力を手に入れた。それがマジュニアとウリ2つだと。どうやってやるんだ。全然わかんねえな。なんでこんな声になってんだろう。金魚姫さん、ふわっち側の読み上げ設定とかそんなんあんの。スパンドさん、ありえない。人間の記憶と事実と言ってもいいかもしれない。湯呑みさん、こんにちは。こんにちは。なんだろうこれ。なんか気になるな。これだ。単調し悪そうだね。ナレーターで変更。 PC 設定のナレーター。湯呑みさん、小鳥元気になりました。画面の右側スワイプし、なになに、どうやってやるんだ。
レーターの設定。ナレーターの設定ってどういったんだ。ちょっと待ってね。鶴根さん何がしたいの。あのね、読み上げの声が変わっちゃって気持ち悪いんだ。まだ邪悪な力ではあった。やはりサイヤ人をやっこっけたいか。どうやって変えるんだろう。ナレーターの設定、Windows 10。この読み上げの声を変えたいんだよね。気持ち悪いこれ。どうやってやるんだろう。金魚姫さん、読み上げちゃんが鼻声なんだって。抜けが悪いよね。エキスパンドさん、ドラゴンボールにとって重要な記憶が消えている。エキスパンドさん、あ、そんな話があったね。なんで勝手に変わんだよな、気持ち悪いよね。スルネさん、誰あなた。ナレレターを有効にしています。デスクトップ1、ウィンドウ第7章、ウィンドウズ10で、ナレレターの設定ウィンドウ、オンラインユーザーガイドのオプションを含め、このダイアログのオプション間を移動するには、上方向キーと下方向キーを押すか、左右にスワイプし、ナレレターを終了しています。何これ何これ、え、ナレーター、何？超怖いんだけど。あれ？読み上げ消えた？あれ？みんなの声どこ行った？ん？もうほっとく？これ。え、見えてる？あれ？みんな見えてる？あれ？コメントがなくなった。金魚姫さん、ごめんね、監督設定で忙しそうだったから答えたの。いいや、うん、いいや、これでいくわ、めんどくせえから。金魚姫さん見えてる。金魚姫さん見えてるよ。見えてる。エキスパンドさん、ドラゴンボールにとって重要な話がなくなってしまう。復活したりするのは意味がわからない。それがないと人間は物を理解できない。ただミンニさん、せっかく親切に教えてくれたリスナーさんに対して、誰あなたはないよ。エキスパンドさん、見方が変わる。サンプル異常の力なのか。バンドさん、サンプルと呼ばれるもの以上の力なのか。あ、金魚姫さん、いいのいいの、みんな仲良くね。さてと、シンゴさんもう向かってんの。何度も何度も未来に行く。シンゴさんもう向かってんの。一回換気するからじゃ。金魚姫さん、向かうって言ってたわ。向かうって言ってた。ビースケさん、予定は1時半ごろって言ってた。あ、本当に。ミンニさん、下道で向かってます。はいはい。エキスパンドさん、そんな、父さん、ご飯。下道か。まあ2時間ぐらいかな、下だと。
ネポンさん詐欺師同士で盛り上がるだろうくな。バンドさんフリーザーがタイヤ星のように地球をどうしてやらなかった。ドラゴンボールは種族を殺す力は今は必要ありません。マジなの。クワッとタケルのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。夢玉さん人の意見は貴重だよな。最近はどうも変化しつつあるからな。本人は知らんと思うけど。マーサさんカッパとの配信か。ニュースキャスター見たい。わらわらわら。バンドさん精神と時の部屋では時空を無視するんです。そんな理解普通の読者にあるのか。エキスバンドさんカカロットバカラメピッコラ。バンドさん精神と時の部屋では空間を破る。ちょ、フジテレビやばくない。エキスバンドさん鳥山明って。バンドさん精神と時の部屋では鍛えすぎると生命軸が狂います。どういうこと。エキスバンドさんソイスはアキラも気づいていない。
パンのサンドイッチは他の焼くことは違いすぎる。エキスパンドさん本当なの、ピッコロさん。エキスパンドさん、アキラもまだ分かってない。配信者のコメントでリスナーさん同士でアットマーク〇〇と返信するのをリプライと言いますわ。ど監督は禁止にしてないので、個人的にリスナーさんにリプライ返信するときは揉め事の内容にお願いします。エキスパンドさん、あそいつは他の役こと理解とか全てにおいて次元が違いすぎる。ふわっとかけるのみことさん巻物をプレゼントしました。ふわっとかけるのみことさん巻物をプレゼントしました。ふわっとかけるのみことさん巻物をプレゼントしました。バンドさん言いようがない。オラもまだよくわからないピッコロ。あ、シンゴさんね、謝罪配信はやってないんだ。普通に向かってるんだ。エキスパンドさん、そいつはドラゴンボールを、ドラゴンボールを必ず待っている。ふわっとかけるのみことさん巻物をプレゼントしました。慎吾さんやってないの枠。ミンミさんやるって言ってたよ。ふわっとかけるのみことさん巻物をプレゼントしました。やるって言ってた。なんだろう。金魚姫さん、さっきまでは謝罪配信すると言ってたわ。あ、そう、謝罪やるんだな。エキスパンドさん、必ず必ず混じる。うん、悟空みたいにバカみたいに素直なところがあるのかもしれない。謝罪やるんだ。バンドさん、フリーザー復活の F。 エキスパンドさん、必ず必ず待っている。定期同時配信です。コメントは読み上げて聞こえてます。ふわっとたけるのみことさん巻物をプレゼントしました。あ、危ない危ない。あ、これ危ねえな。エキスパンドさんわからね、こいつにした話せね。どうしようかな。これ無理か。金魚姫さん、危ない。危ないね。バンドさん、こいつしかいない、こいつしかいないんだよ。ブルーマン4号さん、5倍巻物を3冊プレゼントしました。ありがとう。エキスパンドさん、わからぬよ、こいつにしか話せないよ。
ちしろ2時間ぐらいあるもんね、時間ね。エキスパンドさん、おーおーおーおーおーおーおー、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 バンドさん、おー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 、エキスパンドさん、おー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 おバンドさん、わからね、こいつだから話せたんだよ。さんのとオレオレ詐欺師のワドさん、敵信号をよろしくお願いますね。エキスパンドさん、そうに決まってる。ドラゴンボールに出てくるのはこいつだけじゃない。エキスパンドさん、本当なの？ピッコロさん、あ、ジミーさん、気がつく言うと配信者と仲いいからとブロックされないからとしつこいコメントを同じ繰り返しのコメントは良くない。バンドさんはサンプルしなんてもんじゃないの。エキスパンドさんは本当だ。湯飲みさん、機械治りました。ただのサンプルしなんかじゃない、間違いない。バンドさんはこいつも、俺もオラも間違いなくドラゴンボールに出てくる。エキスパンドさんは間違いない。エキスパンドさん、オラもエキスパンドさん、こいつも
エキスパンドさんみんなの心にいつまでも存在する。エキスパンドさん本当だ。エキスパンドさんは俺もこいつも何度だって。バンドさんドラゴンボールは本当だよ。エキスパンド、なんかドラゴンボールの話ばっかりだな今日。そうそう、おはよう。ドラゴンボールは必ず復活する。エキスパンドさん復活するか、みんなの心に。お邪魔かありがとう。慎吾さんは向かってんのか。エキスパンドさんテレビマシンをいい加減に使ったやつらがオラは許さない。慎吾さん、あ、向かってるか。向かってるね。おはよう。エキスパンドさん、普通の人の理解を超えた何かがこいつには存在する。今のシーンなんかで俺は納得しない。絶対に。カルちゃんさんは6。はい、今6。エキスパンドさんレゲエもサイケも、エキスパンドさん許さない、絶対に。エキスパンドさん排出なんか許さない、絶対に。
一般のファンみんなの作品をアメーバで提供課金する。バンドさんみんなの作品をアメーバで提供課金する。作品を復活させる。どこが？キネポンさんはドさんが元オレオレ詐欺師で捕まったと敵信号から教えてもらいました。本当ですか？エキスパンドさん、俺はこんなんじゃ許せない。オレオレ詐欺師ではないけど、あのオレオレ詐欺っていうか詐欺事件で逮捕されたのは本当ですね。だそれを生業にしてたわけじゃないんで、詐欺師って言われるとそれで収入を得たこともないですし、僕は詐欺事件で逮捕されてるのは本当ですよ。エキスパンドさん、有効なインターネットには見える。確かに。逮捕歴があって、あの刑事事件になってるのは本当ですよ。エキスパンドさん、作品を復活させる。少し黙っててくれ。エキスパンドさん、アメーバで提供課金する。業界から生まれた作品たちを。エキスパンドさ、読み上げがついてるときさ、あのロムセンさんがさ不快になっちゃうからさ、連投はやめて。エキスパンド、エキスパンド、エキスパンド、あの音がさ入るときは聞けよ聞け。エクスパンド、あの読み上げついてるとき連投やめて。聞けって。提供じゃないよ、連投やめろっつーの。読み上げがついてるときは分かった。エクスパンド、してくれてありがとう。連投は良くない。ヤノラッキーさん、こんにちは。ドツ、はい、こんにちは。金魚姫さん、いい子だね。いい子だよ。エキスパンドさん、 YouTube いらないね。ソルノをさ、エキスパンドさん、言語と伝わる話が異常です。エキスパンドはコメント盛り上げようとしてくれてんのよ、俺の枠を。普通にコメント走ってたら連投しない。優しいんだよこいつ。俺の枠盛り上げようとしてくれてんの。プレゼントしました。ありがとう。ミンミ
さんもっと意味がわかるコメントならいいけど、なんか理解できない。お病気を抱えてるんですか。エキスパンドさんワードは俺が最初に選んだ仲間だ、覚えておけ。いいよ。ゆうさん、はじめまして。コラボ楽しみ。うん、楽しみだね。はじめまして。俺も楽しみだよ。最初に選んだ仲間、ただそれだけだよ。うん。エキスパンドさん本当だ。コークさん、シンゴと何すんの？コラボで、なんかシンゴさんが考えた企画で、うまい棒大食い対決。面白いだろ。神回待ったなし。コラボありがとう。のんびりしようね。ありがとう。WW なんだそりゃ。ありがとう。監督さん、支援元の花火13発。ありがとう。なんだそれやって言われちゃったよ。なんだそれ。31歳の大人2人が集まって、33歳の大人2人が集まって知恵を絞った結果、うまい棒大食い対決に決まりました。もう僕らが定期的シンゴとコラボ配信します。うまい棒どれだけどちらか食べれるか対決します。着地点がわからない。金魚姫さん、おっさんのうまい棒をビーわらわらわら。うまい棒やるの関さんと昨日話してるの見てて楽しみでしょうがなかったわら。コークさん、うまい棒って2本も食えばもういいかなってなる。味濃いし。いや、そうだよね。味濃いんだよね、うまい棒。うわ、すげえわかる。まさかこの年でうまい棒大食い対決挑まれるとは思わなかったな。何があるかわかんねえな。慎吾さんは絶対当たる。ポン、サンバーガーを2個プレゼントしました。絶対ポン、サンいいねを10個プレゼントしました。慎吾さんお墨付きだ。ミーツさん抜けてる絵が見える。ポン、サンハートを2個プレゼントしました。ミーツさん、ステーキ敵慎吾は今向かってます。何時に配信するかは到着次第になります。あ、了解です。ステーキありがとう。パッサパサになるだろうね。フォークさん、シンゴ配信の才能とかセンスはあるけど基本アホやからな。企画力はないね。ミコトさん、巻物を3冊プレゼントしました。あのプレイヤーとしては天才なんだけど、裏方に回ると嘘だろっていう。企画力はない。
配信者としてはもうサラブレッドのメモ。そこがやっぱ慎吾さんの魅力でしょ。最大の魅力はそこでしょ。だいぶ片付いてきたかな。ステファンさん、はじめ社長に憧れる子供おっさん。そうそうそう。いや、ステファンの話題出てたんだよ。あのほら、映像の作品作ってる人も配信好きなのね。で、そのプロデューサーさんが、あの俺の映像の先生が、ステファンってどこの枠にもいるよねって、ニコ生時代からステファンプロリスだよねって言って、くっそ笑ったよ。あの俺の映像の先生もステファンのこと知ってて、ステファンほんとどこにでもいるよなっつって、昔からあいつ長いよねって言って話題ですよ。配信者の話題が出るのはすごいけど、なんか配信外でリスナーの話題が出るのすごくない？フォークさんデビュー、ヒロリスナー W。 いや、ステファンは結構もう昔からいろんな活動やってるから。ステファンが来ると大手認定なんだ。そういうリスナーっているの？配信者の中にも。あいつが見に来るようになったら大手とかあるんだよ。プロリス勢。フォークさん兵。あいつはどこリスとかもあるのよ、配信者の話題の中でも。まさかシュテファンの話題が出ると思わなかったら。ふわっとたけるのみことさん、巻物を3冊プレゼントしました。まあでもそのシュテファンのことを把握してる時点でその人もプロリスだけどね。ってことは被ってるってことじゃん。その通好みの配信とかあるんだよ、いろいろ。こいつに認められると面白いみたいな。こいつに、このリスナーに認められた配信者は伸びるとか、ジンクスがいろいろある、配信から。さとこさん、いいね、5個プレゼントしました。ありがとう。中西ガールさん、慎吾さんからコラボ行ってきたの？うん、俺からね、あのコラボ相手探してて、慎吾さんが昨日で、僕でよかったら、あのお力になれればいつでも誘ってくださいって俺から言ったの。慎吾さんからのオファーじゃなくて、俺から売り込んだ感じだね。ほら、リスワンプレミアム狙ってるから、慎吾さん。少しでもお役に立てればと思って。夢様さん、ジンクスほど当てにならないものはないからな、わら。中西ガールさん、なるほど。そうそうそう。フォークさん、慎吾とコラボって初めて。いや、2回目だね、慎吾さんとは。でもね、あの意外かもしんないけど、慎吾さんって実はふわち来たての頃って、あのヘラって、超強人さん、こんにちは。ヘラって、あのなんだろう、今のエセアカみたいになってたんだよ、あの昔の慎吾さん。閲覧50ぐらいでラジオ配信ばっかりで小説かそってたので、そこであの一回コラボしてから、今ブワーって慎吾さん伸びていくの、顔出し配信やるようになって。だからね、結構ね、慎吾さんのリスナーさんから、あの慎吾、スンゴが元気出たのは和道のおかげだよって、ね、未だにお礼来るんだよ。そうだよ、2年前だけど、半年間ぐらいずっと閲覧50ぐらいで、慎吾さん調子悪くてずっとラジオ配信だったんだよ。でそっから復活劇、やっぱ
あの大手の底力が出て元気出てって、そういう流れがあったの。だからね、未だに感謝されるよ、慎吾さんリスナーから。プルームテックショップのおしゃれだよね。紙袋、なんで女の人って紙袋集めるんだろう。捨てるけど、これは紙袋ほどいらないものないでしょ。超強人さんいらっしゃい。1回目神回だったよね。あの慎吾さんがそのまま逮捕されるっていうオチだったんだけどね、超強人さん。そうだよね。俺が慎吾さんが恋愛誰かが好きっていうのを聞いて、告白しに行きましょうよってなって、でそしたらその告白する好きだって言ってる相手は実は向こう側からする、向こう側からするとストーカーをされてるっていう認識で、慎吾さんは片思いっていう。で俺は何にも知らないから告白しに行きましょうよって言ったら、そのまま逮捕されちゃったの。要は警察から4回注意受けてて、で俺知らないじゃんそんなので、慎吾さんからそのはめられたって言って仲悪くなっちゃった。超強人さん村田。そうそう村田さんね、超面白かったよね。俺は何にも知らなかった。タケルのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。ありがとうございます。懐かしいねこれ、ふわっとタオル。逆か、覚えてるみんな。エキスパンドさん入ってきた、キャッチしたという自覚のないお前らとは違う。ふわっとタオル。石蔵さん、うち無料アイテムいりません。洗脳される役を見てきた俺とは比べたらにならないよ。味方にもレベルが違う。フワットさん、オーアロ。
おお、カツさん。カツさんっていうか、マサルさんおはよう。え、結局あったの？マサルさん。結局。エキスパンド感必ずいいことしか発信しないって言ったら変だけど。どうしたの？クワットさん泣いてるのは、シャカ。泣いてるの、シャカシャカ。元気だよ、シャカ。シャカ元気元気。今日休み？マサルさん久しぶりだね。クワットさん長生きだな。長生き、もう5歳かな。今日シンゴさんとだよ。クワットさん休みだよ。休みだ、よかったよかった。このクワットさんはね、クワットさんはあの一番最初の初期の頃の支援者の人、今でいうところの祖祖みたいな人だね。社長さんなんだけどね、あのコーヒーメーカーくれた社長さん、あのあと俺で俺のジャックダニエルをあの定番化させた人だよ、この人だよ。みんな今のリスナーさん知らないと思うけど、この人が、クワッドさんが毎月ジャック・ダニエル送ってきたから、俺がジャック・ダニエルのイメージになったの。タバコとジャック・ダニエル毎月支援してくれてて。ニコ生時代の支援者さん。パイセンだよ、パイセン。最近放送見てないですか？飽きちゃった。金魚姫さん、そうなんですね。そう、すごい古い人だ。ミコトさん、巻物を3冊プレゼントしました。5年前ぐらいのリスナーさんで、最近放送見てないんだと思うけど、もうリスナーだいぶ入れ替わっちゃったよ、クワッツさん。もう初期組ほとんどニンニぐらいじゃん。ミルさん、すごい、コート。クワッドさんが知ってんのニンニぐらいじゃないかな。エキスパンド山頂以上にヤバい情報発信している。じゃない、テレビなんか俺に使われてる面はあるが、普通はわからない。カレーをアットマークゲンちゃんの慶応さん、ちょっと自慢になっちゃいますが、ドラゴンボール限定3級です。微妙。問題で固定するの無理があるかな。寝れるね。ここで一種の寝てたんだよね、こうやって。懐かしいやん。ここは一種の寝床でもある。さあ、片付けは終わったかな。一応ね、ソファーがさ、ボロボロに破けてきたんだけど、これソファーってさ、どうする、みんなどうしてるのかな、こういうやつ。ボロボロに破けたのどうすればいいかな。修理に出すのかな、ソファー。
フォークさんカバーかけるのはカバードラえもんさんカバーつければいいだけ、うん、カバーかカバーって売ってんのかな。3いいねを20個プレゼントしました。ありがとう、いいね、ありがとう。ハンバーガーを2個プレゼントしました。ありがとう。ポン3ハートを2個プレゼントしました。サンキュー、アイテムありがとう。床拭くか。慎吾さんあと何分ぐらいで来るんだろうな。マークマック DF1CD753 放送お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうもどうも、お疲れです。ルシスアットマークマック DF1CD753 今日は自分より神田にいます。神田にいいんだ、またあれマックの講習会ちべさん、車の混み具合で約2時間前後かな。時間前後、ルシスアットマークマック DF1CB753 位へお遊び。2時間前後ちょうどいいかもね。ちょうど掃除終わったし、あと床拭いてソファー拭いてそれでちょうどいいや。こんにちは、久しぶりだね。楽しんでて。まったり行こう。俺も風呂入りたいしな。お茶爆してくれたんだ、悪い悪い。お茶爆ありがとう、気づかなかった。ふわっとたけるのみことボン、お茶爆ありがとう。魔法の3冊プレゼントしました。気づかなかった、ごめんね。ボン、お茶爆ありがとうね。キャスもやってるの。
ツイキャスもやってる。JK さんが着物を3冊プレゼントしました。ワド監督で検索してくれたら出てくるよ。ひらがなでワド、漢字で監督でワド監督、 Facebook とかインスタとか全部出てくる。もしよかったらフォローしてください。インスタ最近起動してねえな。インスタ見てみようか。Facebook があと10人ぐらいかな、友達申請。 Facebook はもう4000人超えてるから、4900いくつだから、早めにあと10人限定でつながれます。フォロー来てるね、結構フォローバックしよう。インスタフォローバックしました。あ、インスタ止まってんな。インスタ止まってるわ、フォロワーが。インスタフォローバックしました。飲み物何がいいんだろう。慎吾さんが普段飲み物何飲むか知ってる人いる？いっか、ドンキ行くからその時買えばいいか。美人ちゃんさん、メロンソーダ。メロンソーダなんだ、かわいい。メロンソーダ好きなんだ。カレーをアットマークゲンちゃんの慶応さん、昼はカップ焼きそばでした。胸焼けするので梅おにぎりと一緒に食べたよ。ミチルさんメロンソーダダブル。食べたよって言い方、なんで急にタメ語になるんだって なんでさ、腹立つわカレーを。食べたよ。ふわっとたけるのみことさん、巻物を3冊プレゼントしました。ポークさん仲良くなりたいんだよ、バドーとダブル。違う、ババアのテンプレ、どうでもいいコメントを完コピしてるだけだから、カレー王は。よくあるふわっちのババアコメント、ババアのどうでもいいツイッター、あ、ババアのどうでもいいコメントを完コピするのが趣味だ。で、そのクオリティがすげえ高い。ババアコメント。ポークさん、あ、なるほど、ダブル。そうそう。なコメント力が高すぎる系。金魚姫さん、どんな趣味を。
シンゴさんタバコ吸わないからブルームテックにするか今日は。こういう時のブルームテックいいよね。タバコ嫌いな人でも大丈夫だから今日はブルームテックにしましょう。金魚姫さん優しいな。健太くんさん煙出ないからな。煙はね出るけど水蒸気で、あの香水っていうかフレーバーみたいなのだから出るよ。広告野郎さん期待してますよね。前回神回になるかな。でもあれだよね、プレミアムリストは狙うならシンゴさん貪欲に神回狙わないダメだよね。もうそろそろワンチャン今起こさないと5位以内厳しいよね。今日起こしといて損はないよね。俺は叩かれるだけだからメリットないけど。前回コラボある意味神回、ある意味神回だったよね前回ね。2年前ね。あれは相当慎吾さんリスナーによくやったって言われたもんな。BGM は監督の作成したもの。これはね違う、これはフリーミュージック。そのまま流出されたんだっけ。これはあのそう、そのまま警察留置っていうか厳重注意だね。そう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 、当時好きだった人にさ。で心霊も映って大変だったんだよ。画像見る？その時の心霊画像残ってるよ。見る？前回の心霊画像、慎吾さんとコラボした時まだ残ってると思うよ。見る？がっつり映り込んでて心霊多いんだよな。引くぐらい映ってたよ。何年前だっけ？怖いよ本当に。がっつり映り込んでるよ。金魚姫さん車のやつ。車のやつ。ミチルさん見たい。見たい。ちょっと待って、何年前だったっけあれ。どれくらい前だったかな。慎吾さんとの前回のコラボ。ちょっと待ってね。覚えてねえから。2年前だと16年だったかな。ふわっち来たばっかりの頃だったと思うんだよね。いつだったっけあれ。カネさん巻物を3冊プレゼントしました。あれ何だったっけ、いつだったっけな。ミチルさん怖い、ドキドキしてきた W。 結構怖いよあれ。いつだったっけ。何年前か覚えてないよね。あれいつ
だったかな。ステゴロの後だったっけ。え、覚えてねえな。沖縄行って、インスタフォローありがとうございます。あ、とんでもない、とんでもない。わからないんですが、ダメだったらすいません。あ、全然いいよ、全然いいよ。うちタブーほとんどないから、何でも言ってコメントで。ひんひんさん、 YouTube にアップしてあるのは1年前かな。1年前、ふくつさん巻物をプレゼントしました。1年前だったっけ。え、そんなだったっけ。何月だろう。1年前そんな感じだったっけ。1年前、2年前だと思ってた俺。ね、出てこないな。ふくつさん巻物を2冊プレゼントしました。いつだったっけな。出てこないよ、1年前だと。いや、こんな前じゃねえな。嘘、1年前。うわ、鮫島さんしょ、あれ、うわ、何月か出てこない。あ、違う違う、全然違うよ。2015年、違うな、全然違う。2016年、あれ、いつぐらいだったっけ、慎吾さんとのコラボ。全然思い出せねえな。年は取りたくないな。もういつ誰とコラボしたとかあんま覚えてないもんな。内容は覚えてるんだけど、旅配信、捨て頃、いつだっけ。捨て頃から帰って、あれ、捨て頃でしょ。捨て頃の後、あった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 。あれ、心霊画像どこだ。心、あった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 。ふわさん、もうすぐ心が来るぞ。あったあった。やばいでしょ。タムタムさんはどっち。これえぐいでしょ。ここ見える、こんながっつり映り込む。もうリスナーがギャーって。もうで、この後逮捕されるんだよ、慎吾さん。これ配信のタイムシフトに映り込んだやつ、怖くない？えぐいよね、これ。タムタムさん見えた。えぐいでしょ。さんはモロヤン。モロでしょ。えぐいよね、これ。タムタムさん、すごい。すごいよね。さん、すごい笑ってる。すごい笑ってる。さん、こうはいい。怖いでしょ。めちゃ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 だよね。いや、慎吾さんまだでしょ。だって田舎道だよ、これまだ来ないでしょ。だってなんか豪華さすが、映画監督リアリティありますな。いや、やらせなしだよ、本当に。まだ、だってみちるさん、冬さん無理、怖い怖いよね。まだ1時間以上かかるでしょ。だってこれあれでしょ、埼玉とかじゃないの。川崎って書いてあるな。全然東京に来てないでしょ。まだだよね、こんな早く着かない。タムタムさん、シュレックみたいだ。もう着く、そんなことないよね。ミチルさん、シンゴは知ってるの。シンゴさん知ってるのかな、わかんない。シンゴさんがこれを把握してるかどうかわかんねえな。ゴースさん、シンゴの家から新宿まで来るの時間かかるよ。2時間って言ってたね。でもなんか今放送見てる限り田舎道だよ、空広いし。まだまだかかるっしょねえ。風呂入りたい。まったりしようぜ。床拭きながらまったりしよう。ゴ
ポークさん信号って一杯冷氷してそう。ミチルさん半分妖怪みたいに見えた。怖いよね。いや、だってもともとロハコさんと仲良くなったのも、ロハコさんが霊能リスナー時代に霊能力者を名乗ってて、で、和道さんは取り憑かれまくってるって言われたのが出会いだった。疲れやすいんだって。この部屋でも心霊現象何回も起こってるよ。で、一番怖かったのが、上にポスターが貼ってあるんだけど、このジョーカーのポスターが瞬きしたことあったよ。これがパチパチって、そういうのもあった。心霊現象起こりまくる。怖いよね。で、ロハコさんが、あれは瞬きじゃなくて霊が通り過ぎたんだよって、だから黒い影が映ったんだよ。もう一度見たい。ふわっとかけるのに、もう一度。ああ、消しちゃったよ。もう一回。ゼロさんいらっしゃい。ちょっと待って、検索に時間かかるわ。え、結局どれくらいだったんだっけ。あ、すぐ出てきた。タイミングよく。これこれ、ここ。慎吾さんの運転席側のガラス。エキスパンドさん、ちなみに席慎吾にも、コートオメガコート、少し仕組みを仕掛けてある、コートオメガコート、仕込んでおいた、お前らより思考が因縁がある。みちるさん、何それ W ワード3役で決めてたとかない W。え？役？いや、車の中だもん。しかもこれ、キャプチャー、リスナーがキャプチャーしてくれたんだけど、これ 0.1 秒ぐらいの。一フレームだけ映り込んでんの、これが。で、俺は見逃してたんだけど、コメント欄で買おう買おう買おうってみんなが言って、で、後で後日キャプチャーが送られてきた。エキスパンドさん、何かコートオメガコート、重要な思考をしているのも事実だ。怖いでしょ。こういうのが結構頻繁にあるんだ。で、この日なんか起こるよって、なんか霊感ある人が言ってて、で、相馬慎吾さんは警察に補導された。で、リスナーがクッソワロタの流れだね。タムタムさん、シンゴさんのとこで米で打ったら流れたわら。大手だからね、向こうは。コメントは拾われないのが前提だから、大手のところでコメント打つのは。俺の枠が過疎だっていうのが分かるし、普通はコメントって拾われないもんが普通だから、ニコ生からすると。リスナー同士で楽しむもんなんだよ。俺はコメント拾う系だけどね、タイプによって全然違う。ニコ生系の人拾わないよ、コメント。ミチルさん、リスナーも見えてたんだ。そうだよ。普通はコメント拾われないの前提でコメント書くのが普通の。ゆうさん、ニコ生で米拾われたら奇跡わら。いや、本当だよね。だからあれだよね、ふわっちが異常にコメント拾え拾えってうるさい文化だよね。むしろ米拾ってくれたらラッキーぐらいだよ。何こ生の大手配信。そう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 、拾ってもらいたくて面白いコメントとかネタフリコメントを書くって感じだよ今ね。ふわっちとかだとコメント拾わないとブチ切れるリスナーとかいるからね、びっくりするよね。コメント拾わないんですねみたいな。
いや、時代変わったなって思うよ。怒るんだと思って。人がよく言うのが、あのブロックされるコメントはコメントを書くのが下手だっていう。そう、ブロックされないアンチコメントを書くのがプロリスだみたいな、なんかコメント論みたいなのもあったの。今ないよね、そういうの。スタンドさん、彼が重要なことを思考しているのは事実だよ。そう、ギリギリのアンチコメントなのか囲いコメントなのかわからないギリギリをつくのがアンチなんだっていうね、アンチの美学みたいなのがあって面白かったんだよ、昔は。でブロックされるやつは下手っていう、ブロックされる方が悪いみたいな文化があった。最近は叩きゃいいって文化だ。ハンバーガーを2個プレゼントしました。そう、絶妙なライン、絶妙なラインなダブル。そう、ポン、3いいね、ポン20個プレゼントしました。例えば、例えばなんだけど、そう、俺に向かってより目とかハゲとかじゃなくて、そう、和道さん頭皮が心配ですみたいな、病院に行った方が良くないですかみたいな、囲いを装ってハゲをいじるみたいな、そういうね、絶妙な遊びがあったんだけど、最近はそういうのないね。和道さん疲れてませんかって、目もう少し離していただけますか、目をもう少し離していただけませんかみたいな。実はね、配信者が面白いんじゃなくてコメントが面白くて見てる人が多かったの、昔は。ロム勢っていうのはコメント欄が面白くて見に来てたんだよ。配信者の面白さよりもコメントの方が面白いっていうことの方が多かったもん、昔は。モイストさん、頭使わなくなってるのかな、最近話題のニュース。いや、ネット民がいなくなったんだと思う。ネット原住民、スマホ勢だから、そのネットの文化を知らないんだよ。ミニさん的シンゴもお腹空いたとか言ってたけど、うまい棒配信大丈夫なのかな。ニンニだけがその企画を成功させようとしてるっていう。ニンニ以外誰も期待してないのに、ニンニだけうまい棒企画をなんか盛り上げようとしてるっていう。そこがじわっとくるよ。真面目かっていう。サムタムさん、うまい棒企画。ココミさん、巻物を3冊プレゼントしました。なんかうまい棒どちらが多く食べれるか勝負。ココ濃いリスナー集まってるような W。濃いよね。激アツ。サムタムさん、うまい棒チーズが好き。うまい棒何が好きかな俺。ゆうさん、うまい棒食べたくなってきた。コート。うまい棒食べたくなってきた。モイストさん、コンポタージュ一択かと思ってたら結構バラつきあるみたいな。いや、俺たこ焼きだね。俺はもうたこ焼き一択だね。ガゼンたこ焼き。ポークさん、一人100本食おう。何本いけんのかな。10本ぐらいで限界くんじゃないの。
そんな食えないと思う。ホイストさんたこ焼きうまし。たこ焼きうまいね。たこ焼き味うま。コンポタージュたこ焼きだよね。コンポターでも1個でいいや。金魚姫さん明太子味にマヨつけて食べるとうまいよ。そうなんだ。ガチ勢じゃん。タムタムさんうまい棒を粉々にしてご飯の上に乗せ食べたい。ホイストさん邪道すぎる W。広告野郎さんこのフリー素材の BGM のタイトル教えてください。スムースフリクションですね。スムースフリクション。コークさん俺はサラミか明太かな。タムタムさんコンポタいいね。ゆうさんうまい棒勝ちでわらわらわら。マイ棒勝ち勢がいるとは思わなかったな。ふわっとたけるのみことさん犯罪者同士でコラボかよ。しんごさん犯罪歴あったっけ。そういえばしんごさんって犯罪歴あった。納豆味食べたことないね俺。最近のやつかな。ホイストさん納豆にはちゃんとネチャーとしてた。広告野郎さんありがとうございます。ポンさんサラミが好き。サラミとか通すぎるな。ゆうさん納豆は茨城のやつかも。広告野郎さん巻物をプレゼントしました。限定品だ。食べたことない。納豆とか知らないな。ゆうちじょ止まりでしょ。慎吾はゆうちじょ止まりか。書類送検。あ、違うか。いやいや、不起訴か。ミンさん、エビマヨ。あ、エビマヨもあるか。ホイストさん、たこ焼きには身が固くしまってるんだよな。たこ焼きうまいね。揚げてる感じが。ミンちゃんさん、女沙汰でね。女沙汰で。あ、だから逮捕されたやつでしょ。あの、前回のやつでしょ。なんだっけ、長トロだっけ。ありそうだな。風呂入ろう。何分ぐらい着くんだろう。あとシャワー浴びよう。今どの辺だ。でも慎吾さんが朝8時に電話かかってきて、こんな朝早いんだと思ってびっくりした。13時過ぎらしい。ああ、じゃあまあまだ、いや、じゃあ今風呂入った方がいいのか。強引京吾さんはどうお出かけするの。うん、慎吾さんが来んの家に。逆逆、家に来るの。楽しいコラボになるといいな。あれ、プレミアムリスワン取れないと思うよ。一本ずつ買って、いやいや、まとめて買っても税金かかんないでしょ。そんな裏技あんの？まとめて買うととか、一本一本買うとか。消費税ってこと？そんなくだらないことはしないわ。
姫さん部屋もさっぱりしたところで体さっぱりさせよう。そうだね。ミンミさん駐車場は有料ですか？駐車場有料だよ。東京だもん。むしろここの家6万より高いよ。この辺の駐車場は8万とかだよ。月決め。駐車場以下の部屋に住んでんだよ俺。ふわっとタケルのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。ありがとう。兵庫さんそこは何区になるの？ここは新宿。ここは新宿もろ。ザ新宿だよ。ミンミさん説明が悪かった。関新星ガワド監督の家に来たら駐車場はパーキングになるのかな？まあパーキングでしょ。だって俺の家駐車場なんかないもん。あるわけないよ。ミンミさん近くにあるならいいよね。いや、すぐそこにあるよ。俺一旦風呂入ります。皆さんお疲れ。お風呂入ったらまた配信つけます。おつおつ。